どうも皆さん、えー、こんにちは。えー、っとですね、今回はですね、えー、っと、本日、えーまあえー、っと、2022年、えー、12月31日のみますかね、えー、20時51分、もうそろそろえ21時になりますね。えー、あと3時間で2022年が終わります。はい。えー、まあね、あの、 えと今回の動画はですね、あのまあ、ちょっとだいぶギリギリになりましたけども、えー、動画のタイトルにもあるとおり、えーあの、2022年を振り返ってっていうね、いうことで、えー、やってるんですけど、えーまあね、今年はね、えーまあ、ちょっと、あのー、前半は、ハマリン交通局のメインチャンネルなんですけど、前半はね、 あのもうものすごくね更新頻度があの少なくて多分今年の前半の動画は多分数え切れるぐらいじゃないかなと思うんですけど元日からねでまあ,あの8月以降になってあのちょっといろんなとこ行ったんですよね東京だったりとかまあいろいろなとこ行ってでそっからまあ動画のネタがどんどん増えてきて。 で、まああのゲームとかもね、ちょっとやり始めたので、電車のね、え電、ー、車のまああのシミュレーターゲームなんですけど、それいうのもちょっとやり始めて、えー、まあどんどんね、えー、更新頻度が上がっていったっていうね、感じです。はい。えー、まあね、なんか、あのーまあのま自分での場合ですけど、まああの動画投稿は、まあ今年のまあ十月、十一月、九月、 まあ9月はね4本ぐらいしか多分上げてなかったんでまあ,あの8月10月11月12月でちょっと結構頑張ったんじゃないかなと思いますねちょっと12月今年もね結構ギリギリになってあの詰め込んでんでなんですよというのもあのー、先週ね、えーまあ、東京の方にちょっとまたあの行って11月にも行ったのかな <laughs> 結構東京行ったんですよ今年多分3回ぐらい行ったのかなうんっていうのでねえー、まあ あの先週ちょっと東京の方に行ったのでまあそのあれであのー、えー、動画のネタが増えてまあねあのこの年末一気に動画を上げたっていうね感じですはいでまああの詰め込みで上げてまあ多分あの今週はあの多分あの1日に2本とかね、えー、動画投稿しとる日もあったじゃないでしょうか そんな感じのね、1年でした。はい。まあね、えー、結構ね、あのー、まあ、YouTube 以外のことで言うと、まあ結構ね、楽しかったですね。はい。結構充実した1年だなってね、思いました。はい。えー、まあそんな感じで、えー、2023年もね、えー、良いお年を迎えれるようにね、えー、していきましょう。 って感じですはいということでですね今回の動画は2022年を振り返ってという動画でしたということでね、えっと、以上でございます。